ヨートルミハイロビチ・ラキシェフは、ロシアの内務官僚、政治家。2000年から2008年まで、ウラル連邦管区大統領全権代表を務めた。ウクライナ、フメリニツキー出身。ラティシェフとドミートリー・メドベージェフ大統領1966年ソ連内務省、高等学校を卒業し、ペルミに警部として赴任する。ペルミでは、警察次長、内務省ペルミ部長を務めた。 この間、内務省法律専門アカデミーを修了している。1986年内務省ペルミ本部長。1991年から1994年まで、クラスのダール地方内務省局長。1990年から1993年には、ロシア連邦共和国人民大議員、同最高会議大議員に選出され、法、秩序委員会に所属。 組織犯罪対策に力を注いだ。1994年内務時間。1997年警察中将。2000年、ウラジーミル・プーチン大統領の中央集権政策の一環として、連邦管区制度が導入されると、ウラル連邦管区大統領全権代表に任命される。このほか、ロシアスポーツ協会、ディナーも、中央評議会議長などの公職も務めた。 2008年12月2日、心臓麻痺のため休止した、既婚、双子あり、ありがとうございます。